驚愕、台湾のやじに突如現れた、ナンバーアンダーライン愛の文字。これは行くしかないでしょう。ファン観劇、台湾旅行でまさかの発見。南気場夜市で見つけたナンバーアンダーライン愛の聖地が熱すぎる。先日、私は再び台湾の南気場夜市を訪れました。前回の訪問からそれほど時間が経っていないにもかかわらず、今回目にした光景には驚かされました。そこにあったのは、 見覚えのある文字、ナンバーアンダーライン愛。やの一角にある店の電光掲示板に、その文字が輝いていたのです。私が驚きとともに感動したのは、この文字がただの装飾や広告ではなく、ファンへの感謝とつながりを象徴していることを感じた瞬間でした。これまではその場所に特別な何かがあるとは思わなかったのに、急にその場所が私にとって特別な意味を持つ、聖地として輝き始めたのです。 ナンバーアンダーラインアイといえば、日本の人気音楽グループとして知られており、そのファン層は日本国内にとどまらず、海外にも広がっています。台湾もその一つで、現地に住むファンたちは長年にわたって彼らを応援してきました。そんな中、台湾の一部地域では、ナンバーアンダーラインアイに関連する小さなサプライズがいくつも発見されるようになりましたが、南基城や市でこのような形で名前を目にするのは、 私にとっては初めての経験でした。やじというと、賑やかな通りに並ぶ露店や食べ物、独特の風情が思い浮かびます。その場所に、ナンバーアンダーライン愛の名前が掲げられていることは、ただの偶然ではないと感じました。むしろ、台湾に住むファンや日本から訪れるファンたちが、長年この場所を大切に思い、訪れ続けたことによって、自然と形になった、聖地なのではないでしょうか。 思い返してみると、今回の訪問の前にも、台湾のヤジを巡りながら、ナンバーアンダーライン愛に関連する何かを発見できたらいいな、という期待を抱いていた自分がいました。しかし、それは夢のような話で、まさか本当にその名前が現れるとは思いもしませんでした。この発見が私をどれほど喜ばせたかは、言葉では言い表せません。すぐに写真を撮り、その場の感動を SNS でシェアしました。 すると、同じように、ナンバーアンダーライン愛のファンである友人たちからも次々と反応がありました。私もびっくりしました。見れて嬉しいです。次回行った時は絶対に確認しよう、というメッセージが次々に届き、まるで私だけでなく、多くの人たちがこの瞬間を待ち望んでいたかのような感覚になりました。確かに、現地に住むファンたちも、今回の出来事には驚いていたようです。 前に来た時は見かけなかったのに、という声もあり、何か特別な変化がこの数週間で起こったのではないかと考えさせられました。このやじに掲げられた、ナンバーアンダーラインアイの文字が、どのような意図でそこに設置されたのかははっきりしていません。もしかしたらお店のオーナーがファンで、自発的に掲示したのかもしれませんし、あるいは現地のファンたちのリクエストによって実現したのかもしれません。いずれにしても、この出来事は、 ナンバーアンダーライン愛、ファンにとっては非常に意味深いものであり、台湾と日本をつなぐ架け橋のような役割を果たしているのです。私自身、台湾を訪れるたびに感じるのは、現地の人々が日本の文化や音楽に対して深い愛着を持っているということです。日本のアーティストが台湾で人気を博すことは珍しいことではなく、これまでも多くのグループやソロアーティストが台湾のステージに立ち、現地のファンたちと特別な絆を築いてきました。 ナンバーアンダーライン愛もその一例であり、彼らの音楽やパフォーマンスが台湾の人々に深く浸透している証拠でもあります。さらに、このような聖地と呼ばれる場所が誕生する背景には、単なる人気だけでなく、ファンたちの情熱や愛情があることも忘れてはなりません。例えば、日本では有名アーティストのコンサートが行われる場所や、彼らが出演したドラマや映画のロケ地が聖地として知られ、 ファ,ファンたちが、巡礼ののように訪れれるるここととががが一般的ででですすそ同じ現象台湾も起っていファンたちナンバーアンダーラインアイとのつながりを感じるために、その名前が掲げられた場所を訪れ、思いを馳せる。これがファンダムの力であり、アーティストとファンの間に築かれる特別な関係です。今回のヤジでの発見が示すように、ファンの応援は形となって現れることがあります。 それは単に CD の売り上げや SNS でのフォロワー数といった数字だけではなく、こうした実際の場所や空間で表現されることもあるのです。特に海外でのファン活動は、言語や文化の壁を越えて広がるため、より感動的で強力な影響力を持ちます。台湾のファンたちは、自国でのナンバーアンダーライン愛の存在を自分たちのものとして誇りに思っており、その愛が南騎乗や市の一角に形となって現れたのです。 私がこのエピソードを通して感じたのは、音楽やアーティストの力が、地理的な距離や文化的な違いを超えて、人々をつなげるということです。台湾のヤジという、全く違う文化圏の場所で、ナンバーアンダーラインアイの名前を見ることで、彼らの音楽が私たちに与えてくれる喜びや感動が、どれほど多くの人々に共有されているのかを実感しました。そして、 その喜びを他のファンと共有することの楽しさも改めて感じました。もちろん、私たちファンにとっては、このような偶然の発見が今後も続くことを願わずにはいられません。次に訪れる場所でも、もしかしたら、ナンバーアンダーライン愛に関連する何かが見つかるかもしれませんし、それがまた新たな聖地となるかもしれません。台湾に限らず、他の国や地域でも同じようにファンたちがアーティストとのつながりを感じ、 特別な場所を見つけ出すことができるでしょう。今回のヤジでの発見は、私にとって単なる偶然ではなく、ファンとしての特別な体験でした。ナンバーアンダーライン愛という名前が、ただの文字以上の意味を持ち、私たちファンの心に深く刻まれ続けることを願っています。そして、このような小さなサプライズが、私たちのファンダムをさらに強くし、未来に向けて新たな思い出を作っていくことでしょう。 この体験を通して、私は、ファンダムというものが単なる個人の趣味や娯楽を超えて、広がり続けるコミュニティであり、時には国境を超えた文化の橋渡し役を果たすのだということを改めて感じました。台湾の南気よる市での出来事は、ナンバーアンダーライン愛、ファン同士が共有する喜びや驚き、感動がいかに深いものかを象徴しています。そして、そんな小さな奇跡が日常の中で起こるたびに、 私たちはさらに強く彼らを愛し、応援し続けたいという気持ちを抱くのです。私たちがこのナンバーアンダーライン愛の名前を見たことに対する喜びは、ただの偶然の産物ではありません。それは、何年にもわたる応援や感謝が形となって現れた一瞬であり、今後も私たちの心に残り続けることでしょう。このような聖地が次々と生まれる背景には、 やはりファン一人一人の熱意が影響していることは間違いありません。世界中のファンがアーティストを愛し、支え続けることで、その影響力はさらに広がり、より多くの人々の心に届くのです。このように、ファンとアーティストの間には見えないけれど確かな絆が存在していると感じます。それは、音楽を通じて気づかれるものだけでなく、こうした小さな驚きや喜びを共有することによってさらに深まるものです。 特に、遠く離れた地でその絆を感じる瞬間は、私たちにとって特別な意味を持ちます。それは、自分がただの一人のファンであるだけでなく、世界中の同じ気持ちを持つ仲間とつながっているという実感を与えてくれるからです。台湾でのナンバーアンダーライン愛の名前を見た瞬間、私自身が感じた感動は、すぐに SNS を通じて他のファンたちと共有され、あっという間に広まりました。それは、 私たちのコミュニティがいかに強く結びついているかを示すものであり、これからもその絆が絶えることなく続いていくであろうという確信をもたらしました。音楽が人々をつなぐ力は計り知れません。アーティストの楽曲やパフォーマンスがどれほど多くの人々の心を動かしているのか、そしてそれが一国の境界を越えて広がり、異なる文化圏でも愛され続ける理由を、今回の体験を通じて改めて理解しました。そして、 その音楽が私たちの生活の中にどれほど浸透し、日常に溶け込んでいるのかを感じることができました。これからも私は、ナンバーアンダーライン愛の音楽とともに、台湾や他の国々での小さな発見を楽しみにしながら、ファンとしての歩みを続けていくつもりです。世界中のファンが共有するこの感動や喜びが、今後も続いていくことを願っています。そして、その過程で私たちは新たな、 聖地をを見つけそここに自分たちの思いい重ねていくことでしょう最後に、このような小さな出来事が私たちに与える影響は、時に想像以上のものとなります。日常の中で何気なく訪れた場所が、突然特別な意味を持ち始めること。その瞬間、私たちはただの観光客や通りすがりの人ではなく、その場所と深い感情的なつながりを持つ、ファンとしての存在感を強く感じるのです。 私が台湾のやじで、ナンバーアンダーライン愛の名前を見た瞬間、まさにそのような感覚に包まれました。これからもそのような瞬間を大切にし、さらに多くの人々と共有していければと思います。